将軍との謁見に成功した龍馬と沖田を待っていたのは燃え上がる京の町だった。全ては手遅れだったのか、灼熱の京を龍馬は走る。そこで目にしたのは志半ばにして倒れた近藤の姿。そしてもう一人の坂本龍馬の命を受けて龍馬の前に立ちふさがる岡田伊蔵の姿だった。夜は明け、伊藤貸太郎一派と近藤派との対立は決定的なものとなる。そして新選組の敵御領絵師となった伊藤一派、その中には藤堂平助の姿があった。さて、これからどないするんや、トシちゃん。大使のほとんどは伊藤についていった。こうなったらもう新選組としてできることがない。しかしまさかあの平助までが俺らを裏切るとはな。土方、一つ聞きたいことがある。なんだ。近藤さんがあんたに残した策ってのは、裏切り者をあぶり出したあの幹部会のことだったのか。そうだが。なんや、はじめちゃん、なんか気になるんか。いや、伊藤はもともと野心を隠そうともしていなかった男だ。近藤さんなら伊藤の裏切りくらいとっくに見抜いていたんじゃねえかと思う。まあそれはそうやが、近藤さんの最後の策ってのはまだ他にあるんじゃないのか。どないやねん、トシちゃん。敵を欺くには身内からと思っていたが致し方ない。入れ。ちょっと早くないですか、土方さん。もうちょっと引っ張ってくれてもよかったのに。平助。斉藤、いや坂本君の読み通りだ。近藤さんも最後の策、それは伊藤を使いもう一人の坂本龍馬をあぶり出すことにある。もう一人の坂本龍馬を。どういうことだ。土方、教えてくれ。伊藤貸太郎が新選組を乗っ取ろうとしていたことなど、奴が入隊してきた時から分かっていた。近藤さんはそんな伊藤をわざと泳がせ、あの男がどの連中と手を組むのか見張り続けていたんだ。新選組の本当の敵を見極めるためにな。それじゃ、はなから伊藤は近藤局長にそのための道具として利用され。そういうことになるな。で、その見張り役が平助やったと。平助は司令官出身だが、かつて伊藤に軍学、それで半年以上前から近藤さんは平助を伊藤に近づかせ動向を探らせていたらしいて。あんたも知らなかったちゅうわけか。ああ、しかし近藤さんって人にはつくづく驚かされる。ごめんなさいね、皆さん、秘密にしてるつもりじゃなかったんだけど。いい。それじゃ東堂は
伊藤が誰とつながった。ええ、あそこで皆さんに伊藤さんが殺されたんじゃ意味なくなっちゃいますからね。いや、大変でしたよ。銃撃つのなんて久々。それで、それが土佐の坂本龍馬って人ら。坂本龍馬。はあ、またその名前。ああ、でもでも、もっ。何や。近々坂本龍馬は長州と薩摩の代表と、お伊藤さんがその調整役を仰せつか。長州と薩摩の代表、桂小五郎に最後を切った。なんだか大政奉還でしたっけ。それが成立しちゃったとかで幕府を倒したいと。なるほどな。朝廷と新政府を作ろうとしている薩長の。日本中を巻き込んだ一大戦争を仕掛けるつもりか。でも伊藤さんの話じゃそれは表向きの理由ってやつらしくって。なんや、桂と西郷を暗殺。いや、そうじゃない。きっとあいつの狙いは薩長と幕府を戦わせ互いに疲弊したと。予府の利中やる。しかし薩摩と長州もバカじゃない。そんな相談に応じる。そうなんすよね。だから伊藤さんも必死になって薩摩と長州、それに三者がお忍びで会える場所の用意もしなきゃならないって。お平助、それでさあ伊藤さんもそ例の薩長との会合が実現すればさすがに姿を。そうか、だったら。え？それで会合の場に薩長との会合を餌にして。お、ああ、やつはおやさんを殺しその資格を受け負った。今度はこっちから資格。だがどうやって三者会談を実現する。薩摩とちょ俺がやる。君が。西郷と桂には面識がある。はじめちゃんが直接頼むやと。いや、どういうことだ。今伊藤さんの御両英治たちが町中に溢れています。斉藤さんじゃ顔が悪い。この状況で西郷や桂に会ったりすればこっちが罠仕掛け。それ言うたら平助以外はな。だが大政奉還後さ、今じゃ帝から直接お言葉を賜るって身分だ。仮に平助が言ったと。くそ、だが今動かねえと。どうにか御両英治の目を盗んで。だが一体どうす。そいつは俺らに任せてくれ。中岡。さっき土佐から戻ってきたんだが話を聞かせてもらった。役者は全員。落とせにお龍まで。ここは数日前完成したばっかりの新築の宿す。名は大宮。大宮。誰かさんたちのせいで寺田屋があないなことになってしまいましたやろ。一度騒動の起こった店にお客さんは寄りつきません。せやからこうして新しい宿を作っとったわけどす。それで俺たちをここに連れ出してきてどうする気だ。
お宮はまだ営業もしてへん無名の宿。土佐と薩摩長州の方がお会いするには絶好の場所と思いましてな。ん？ここで三者会談を。おかみ、あなたは自分の言っていることの意味が分かっているのか。会合といってもただの会合ではない。我々の目的は襲撃なのだ。そないなことはもちろん分かってます。この大宮、煮るなり焼くなり好きにしてください。なんやて？暴れて傷つけてもええっちゅんか？お好きに。中途半端に傷もにするくらいやったら、いっそ火でもつけて燃やしてもらった方がええくらいや。取り壊す手間が省けて立て直しが安う上がりますさかい。何を考えてるんだ、落とせ。はじめは、いや、坂本様。この落とせ、資材のすべてを失うても構いません。せやから、この京の町をお救いください。落とせ。三風が京にやってきてから一年。京の町は血で汚れ、切り捨てられた人の肉を食らわんとする、カラスの鳴き声がやまないありさま。うちはそんな今日を見てられへんのどす。坂本様やない、そのもう一人の坂本龍馬がおらんようになれば、それも全て終わりになるんでしゃろ。せやったら宿の一つや二つ欲しはありまへん。どうかこの今日のため、今日に生きる人間のため、決着をつけてください。あんたのその願い、俺が引き受けた。この大宮で全てを終わらせる。全てを。坂本様。お涼。うちもおかみさんと同じ思いです。せやさかい、うちにできることなら何でも言うてください。それが、はじめさんにできるせめてもの罪滅ぼしですから。わかった。ならまずその顔を上げて笑顔を見せてくれ。俺にとってはそれが一番かけがえのないものだ。よし、それじゃあ舞台は用意できた。あと最後は俺が引き受ける。あんたか。今の西郷が一面識もない人けど、俺は五両英治とやらに面が割れてねえから、あんたらと違って目立た。それに西郷には挨拶代わりのとっておきのネタ。ああ、もう一人の坂本龍馬を名乗る。フォトグラフってやつだが、どうだ龍馬、この顔。ああ、
竹地半平太だ。誰やそれ。俺の兄弟分で土佐勤王党の名手、土佐で切腹した。その人です。ん、その人が私が知って。なんやて。せや、この人。はじめちゃん、お前岡田伊蔵からそう聞いてはいた。だが俺はこのフォトグラフを見せて西郷に会見を。西郷はもうおそらく坂本龍馬、薩長の関係者でも竹地が坂本龍馬を名乗っていると知る人間は少ねえはず。これで西郷が話を聞きたくなる程度には。ああ悪くない。だが一つだけある。生松という女に近づけば、桂が秘密裏にやってる松の井という店の女将だ。それじゃあ平助、俺ならある程度自由に街で動けますから。今のせやけど、お前には。せや、それにお前が桂に会いに。さあ飲みに行くふりして知れ。東堂、お前は今危ねえ橋を。分かってます。よし、ではそうすれば中岡も平助も動き。この犯人は未だ捕まらない。おじさん、それじゃあ始めるね。わあ、結構あるね。まあ、あまりしない。ダメだよ、こまめにしないと。な、こんなとこに。うわあ、ごめんね。おかげですっきりした。そうなんだ。私ももう
はるかのお母さんは優しい人だったよ。まさかこんな早くお別れすることになる。はるか。あ、ごいや、構わんさ。むしろはるかの本音が少し。そああ、ただ俺でよければいつでも。おじさん。Thank you.
んで新選組は引き抜いとにゃ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとう。おい、ここのお前。ほら。はじめさん、
戻ったか。ああ。俺が予想した通りだったぜ。あとは桂がこの話に乗っ確か桂については怪しいな。その店分かった。なんだ。東堂、ここの件、桂さんが来ると、生松さんから。東堂、何があったんだ。武田さんに見られちゃって。医者を呼んでくれ。はい。そんなことより、早く武田さんの口を塞がねえと。そうはいかない。今はお前の治療の方が先決だ。中岡、あんたはすぐに新選組に行って土方急いで急いで、武田さんが伊藤さんに報告する前に止めてください。出ないと俺近藤さんに合わせる顔が。東堂、武田さんは生松さんの店にいます。早く。分かった。だからもう喋んな。よかった、死ぬ前に伝えられて。何バカなこと言ってるんだ。しっかりしろ東堂。お涼、東堂を頼む。はい。中岡、俺は武田を追う。あんたは新選組に東堂のことを知らせてくれ。分かった。誰が来るかと思うとる。お前とはな、てっきり平助が土方のとこ行くと思うとったが。何をしている。伊藤のところへ向かったんじゃないのか。安心せえ。平助がお前らの患者やったっちゅうことはわしの胸にしまっとく。それより一緒に酒でも飲めんか。どういうつもりだ。取引したんや、あんたらと。なんだと。伊藤藩は泥船。この前とわしも五両英治も坂本龍馬に。ならいっそ長州にでも雇ってもらった方がええ思うてな。長州、お前ら、カズラとつながりあるみたいやねえか。わしと五番隊の連中。武田。それとも、平助みたいに、ここでわしに。
ぱ女の汗は口に合わん。相手するが平助みたいな若い男に限るわ。お前がゲスでよかった。うん、口封じのためじゃない。何の躊躇もなく。やる気なんか。答えるまでも。そうか、残念。あの井上源三郎を殺した銃、坂本龍馬。なんだと。自動装填式大口径弾、最新の具、それを証明した。そうか、ならその時一瞬や。勝負は一瞬で決まる。いつでもいいぜ。聞いたらぜ、このボケや。お前ら、何してるんだ。起きた。東堂平助はここ油工事で新選組に襲われ、武田官流祭と共に御領絵師として死んだことにする。何だと。どういうことなんだ。それが平助の遺言や。
平助は自分が新選組の患者やということを伊藤に悟られんようにするためここに遺体を運んでくれと。あいつは最後まで近藤さんから与えられた使命を守ったんや。もう後戻りはできひんね、はじめちゃん。起きた。坂本龍馬ははじめちゃんに譲ったろ。せやけど万が一あんたが兄弟に情が移ったりした時は躊躇なくわしが二人の坂本龍馬を切る。それでええな。ああ、明日の夜全てに決着をつける。坂本龍馬の歴史は大宮で終わらせる。絶対に。はじめさん、ちょっと聞いて。どうした？明日の夜やけど先にうちが。何？中の様子が落ち着いたらうちが土間から。お前は大丈夫やって。すまないお寮、まだ明日の夜まで時間があるようやし。斉藤藩、さ、行く松か。桂藩から伝言を預かってたのでお伝えに来たんどす。大宮での会合。そうか。藤堂藩のことは残念だ。斉藤藩もどうかを。行く松。おう、西郷さんも来てたんですか。罠かもしれないのに。さすが怖いもの知らずですね。二人の坂本龍馬、おもろそうな話やないか。そういうお前も興味あるんとちゃうか。ええ、興味津々って感じで。って飲んで大丈夫なんですか。何が起きるか分かりませんよ。ならなおのこと飲まんとな。お前も飲め。せっかくだけど遠慮しておきます。昨日の晩に俺の女がちょっとした騒動に巻き込まれちゃいましたね。一晩中解放していたもんだから体調が悪くて。集まってるな。どうも。どうなんや、坂本龍馬は来るんか。さあな。だが来るとすればそろそろのはずなんだが。あの部屋か。連中がいる場所は。ああ、
何や雨か。物音がごまかせる好都合だ。合図だ。行くぞ。行くで。撃ち入れか。行さんおるな。暴れがいがあるってもんやで。受けのおしゃべりはええ。真面目にやれ。ここは私たちに任せて君も行け。坂本龍馬は上の階や。ああ分かった。
甘い。
振ったな。ほっほっ。
食ったな。ここだ、ここだ、ここだ、ほら、ここだ。不思議な話もあったもんやな。時代を動かすはずの男が時代遅れの男に切られ死ぬ。しかもこの世に存在しないはずのもう一人の自分に切られることになるんやからな。なあ、坂本龍馬さんよ。これがもう一人の坂本龍馬だと。中岡、大丈夫か？全部見抜かれていた。こっちの仕掛けた罠を逆手に取られた。何？外は見回り組で包囲されてる。西郷と桂はなんとか逃がしたが、俺はこのざまだ。しっかりしろ中岡。無駄だ。やっぱりお前だった。久しぶりだな、龍馬。倭幕戦争を阻止する大政奉還、それに帝暗殺計画の阻止、先回りしたはずが全部お前に食い止められた。本当にすごい奴だよお前は。どうした？言いたいことがたくさんあるんじゃないのか？どうして俺が東洋のおやっさんを殺させたのか、どうしてその時俺は自らの名を坂本龍馬と名乗ったのか、そしてどうして俺は竹地半平太の名を捨て坂本龍馬という人間になったのか、知りたいんじゃないのか龍馬。その前に一つを教えてくれ。なんだ？本当によ、今俺の目の前にいるのは竹地半平太なのかよ。なんだと？あんた鏡で自分の顔を見てるか？一体何があったんだよ。どうしたらそんなになっちまうんだよ兄弟。俺は今からあんたを切る。
あんたが俺の名を語っていると確信した時から決めていた。だが、何なんだこの気持ちは。なんでそんな姿で俺の前にやってきたんだよ。ヨーマ、見ただけで俺にはあんたがどんな思いでここにやってきたのかが全部わかっちまう。そんな自分が悔しい。俺はあんたが憎いんだ。憎いまま切らしてくれよ兄弟。兄弟、今日ここ大宮で坂本龍馬という男は死んだ。坂本龍馬の伝説は幕を閉じたんだ。何言ってんだお前。残念だが今お前に殺されるわけにはいかない。お前には最後の仕事をしてもらう必要があるからな。何わけのわかんねえこと言ってんだおい。土佐で待つ。全てはそこでわかる。待てよおい、待てっつってんだ。たけし、たけし。はじめちゃん、急に五両絵師も見回り組の連中も姿を消した。どないなっとるんや。ん、中岡。あれが坂本龍馬。フォトグラフの男やない。全くの別人や。おいはじめちゃん、どういうことや。一体ここで何があったんや。説明せえはじめちゃん。坂本龍馬は死んだ。坂本龍馬という男は死んだんだ。今日この時間、この場所で。